際の映画の興行収入は、コロナ前に戻ったと言われているじゃないですか、はい、まあ、前年比 30% 増の2130億円、はい、でコロナ禍前最高だった、2019年は2600億とかだったんですけど、はい、その8割ぐらいまで回復したと言われてるんですけど、はい、アニメとかが実際は多かったり、どう思いますかこの数字を聞いて。結局今公開してる映画っていうのはコロナの最中だったり、コロナの前ぐらいに企画が動き出して、コロナの最中に作ってる映画が多いんですよね。それはアニメもそうですよね。そうですよね。映画作りってやっぱりどうしても簡単じゃないんで、すごい時間がかかるんですよね、うんうんうん、だから今を反映してるっていうよりは4年前に4年後こうなるだろうというふうに誰かが予想して、それに基づいてやってるっていうのが多いと思うんですよ。映画の中身に関しては、だからそのコロナ明けるからこういう映画をやりましょうっていうのとはちょっと違うと思うんですよね。なるほど。だからそれで言うと、こんだけアニメ、まあ、アニメが当たってるってことは、アニメ、そのまあ当たるなりのアニメというものがそう供給されているってことだと思うんですけど、うんうんうん、それもだから多分4年ぐらい前に遡ったところからなんかその原因がある。そうするとね、やっぱもう君の名はですよ。君の名はがあって、じゃあアニメってこういうことできんじゃないのっていうふうにみんな思ったから、今のいろんな作品があるんじゃないんじゃないかなと思いますよね。昔ってやっぱりアニメはアニメしか見ない人がアニメを見てたんだけど、うん、今そうでもないんですね。万人のものに。うん。だから昔ほどなんか後ろめたさがないというか、ある意味理想の世の中になってるんじゃないかなという気がしますよね。あとはアニメと同じぐらい面白い実写映画を作ればいいわけであって。なるほど。うん、最近韓国映画が世界のシーンに数々登場しています、うん、またネットフリックスなどのオリジナル映画も話題です、うん、日本映画の位置づけっていうのは今後どうなっていくんですかね。勝てるのか勝てないのかみたいなところ、勝ち負けでいくとね、はい、ちょっとすごい不思議なんですけどね。例えば本当テレビドラマだったり配信とかではみんな見るじゃないですか。なんだけど映画館に行くかったら行かないんですね。映画としてなんかこうまだこう商品としてはガンと来てない感じがするわけですよ、日本においてはね。韓国映画がやっぱり日本に来た時にドラマでは見るけど、映画ってやっぱりちょっと違うじゃないですか。時間も合わせてお金も払わなきゃいけないっていうのに対してちょっとブレーキがかかっちゃうのかな。それと同じことは多分海外に行って日本の映画ありますよってなった時に同じことだと思う。なんかそこを素晴らしい日本初の映画が生まれたとして、うん、海外に届けるためには何が必要なんですかね。宣伝費なのか、うん、政府の助成じゃないですかね。韓国なんて本当国がやっぱりちゃんと後押ししてるんですよね、うん、日本がそんだけお金を出せるかっていうと、まあ、出せないんで、うん、映画制作における若手の人材が不足しているというお話を聞くんですけど、今後の若手人材の育成についてどう思われますか？いい若手かどうかですよね。そのいい若手、井口さん的にはぶっちゃけ何なんですか？自分のこと分かってくれてるかどうかっていうのはあるじゃないですか。そのチームに入った時に監督さんを理解できてるか。そう。俺を向いててくれるか。そうじゃない人だったらいっぱいいると思いますよ。自分はこれをやりたいみたいなのがはっきりしすぎてる人とかね。で、俺こっちの方がやりたいって言って人がいないっていうのが今の世のなんかあちこちで聞く話なんじゃないかなと思う。だから無理やりその俺たちのやり方に合わせてやるよりも新しいやり方を確立すればそれはそれでいいんじゃないかなと思うわけですよ。ね、我々が審査員やってるフェローズフィルムフェスティバルでしたっけ、はい、あれとかに、ね、応募してくる人たちってやっぱりそのみんなその学生の仲間でやってるわけじゃないですか。そうですよね、うん、作品によっては本当もう十分これいけるんじゃないのっていうようなクオリティのものもいっぱい今あるわけです、ね、そうですよ。もしかしたらね、いらないのは俺たちなんじゃねっていうふうに思うわけです。それだったら自分たちで好きなもんやった方がいいという頑張りはできるわけですね。なるほどね。2005年に映画ローレライで監督デビューをするまでの下積み時代について、ね、樋口さんの人生みたいな。下積みっていうのは将来こうなるだろうという前提じゃないですか。
こうなったのがむしろね、たまたまなんで、それで言うと自分の中のゴールをね、ちゃんと設定してなかったんですよね。監督として人の上に立つっていうことをなんで選んだかっていうことですよね。まあ、頼まれたからですね。頼まれてなんとなくずるずるやっちゃって、まあ、それだけじゃ思い通りにならないんですよね。まあ、何かしらその外圧とかそういうものがあって、それに対してなんとなく全員が妥協する中で、その日までにこれを作ってくださいねっていうような仕事もあるわけですよ、やっぱり世の中に。それってじゃあ本当に自分の何か見たいものなのか作りたいものなのかっていうとそうでもなかったりするし、じゃあそれも仕事の一つだと思って自分に騙し騙しやったけど、やっぱ違うな、もっとこうじゃないものを作りたいな、作りたいと思う気持ちを大事にしなきゃいけないなっていう風になった時に、これは監督するしかないなと思って、誰かに頼ってちゃいけないんだと。